それでは一時結合と基本ベクトルということで解説をしていきます。まず最初にこの例を見てください。ベクトル3452というのがあります。このベクトルは次のような形で書くことができます。3倍の1000ですね。プラス4倍の0100ですね。それからプラス5倍の0010。そして2倍の0001と。 このように各成分ごとに、えーまあ、分解するような形で、えー、表すことができます。このようにですね、スカラーとベクトルをかけたものをこう足し合わせる形ですね。このようなものをですね、一時結合というふうに言います。はい。つまり一般にはベクトル A1、A2、AM といくつかベクトルがあった時にですね、それと同じ数のスカラーがあって、もちろんこのスカラーは等しくても何でもいいんですけども、まあ、 えー、中には0があっても構わないわけですけども。えー、それらの、ここは間違ってます。M ですね。えー、これらのお、まあ、スカラ倍ですね。CI、AI というスカラ倍の和の形のものですね。えー、これですね。これをお、A1 から AM の一時結合というふうに呼びます。で、この時一応この C1 から CM のことを、この一時結合の係数というふうに言うことにしておきます。 まあこの係数というときはですね、まあ、C1 から Cm の組み合わせなんですけども、これを縦に並べて数ベクトルというふうに考えて、まあ、係数ベクトルと、ここでは呼ぶことにしておきましょう。一時結合の係数、もしくは係数ベクトルというものがあって、その係数ベクトルの成分を使って、あるベクトルの一時結合というのができるということですね。で、今上の例で出てきました、この1000とか0100と、こういうやつですね。 えー、これをですね、基本ベクトルというふうに呼びます。はい。一、え、応、ー、こうですね、EJ っていうのを書くとですね、こういうふうになります。デルタ IJ。大愛成分がデルタ IJ である。このデルタ IJ というのは何の記号かというとですね、このような約束の記号です。i と j が等しいときは1、等しくないときは0というのを表す記号で、これはクロネッカーのデルタというふうに呼ばれています。クロネッカーのデルタ記号というれていますね。 したがって、これは、EJ っていうのはあ、i が J と等しいところ。E1 っていうのはあ、1成分が1で他は0ですよと。E2 っていうのは、第2成分が1で他は0ですよと。まあ、それをちょっとまあ記号で、えー、ちょっとかっこよく書いてるだけですね。で、えー、このようにですね、2のベクトルっていうのは、この基本ベクトルの一事結合で当然書くことができます。当たり前ですね。この3っていうのを取っ使って、3倍の E1、4倍の E2、5倍の E3、2倍の E4 と。 これはまあ5次元数ベクトルでも6次元数ベクトルでも全部同じことになります。えつまり一般にですね、えー、<laughs> 2のベクトルが基本ベクトルに一次結合でかけると。ですね。大 i 成分が ai のものはこういうふうに書き、書くことができますよと。ということですね。はい。ではですね、この一次結合の計算をちょっとしてみてですね、えー、結果が1322という4次,の数4次元の数ベクトルと一致するものを全て選びなさいということで、 えー、まあ、ここで出てくる EI、e、っていうのは、これ EI っていうのはですね、あの E1、E2、E3、E4 と番号が付いてるだけで、えー、た、単に E1 と言った場合ですね、これはあの、1、0を表すのか、1、0、0を表すのか、1、0、0、0を表すのか、これはまあちょっとわからないんですけども、えー、これはまあ文脈ですね。文脈で、えー、4次の数ベクトルの中で考えてるときは、えー、4次の基本ベクトルというふうに、4次元の数ベクトルの基本ベクトルというふうに考えることにしますと。 ということで、まあ今はここはもう、あの、あらかじめ EI は R4 の基本ベクトルというふうに約束しておきます。でそうするとですね、えー、この1322っていう等しいのはどれですかということで、えー、いろんな一時結合がありますので、えー、ちょっと計算してみてください。はい、どうでしょうか。えっと、まずですね、これはちょっとまずいですね。こ,これは、 E2 は4次,4次元の数ベクトですが、これ足し算できないので、えっと、できない。これできない。これ、まあ、負荷ですね。計算負荷ということで、えー、ダメですね。で、それ以外のものは一応、えー、計算できるんですけど、これはまあ、2次元の数ベクトで、これ <laughs>、13と22を縦にくっつけたら確かに13、22なんですけども、まあ、こういうのは足し算じゃないので、これは違いますと。ということですね。で、この、こいつですけども、これは、えー、 E1、e、のところが1倍で、E4 のところが2倍で、3で、で、これは2ですから、1、3、2、2で1しますね。OK です。それから、これはどうでしょうこれは2、2、2、2と、それから、-1、0、0、0と、それから、0、1、0、0ですので、計算すると、1、3、2、2ということで1します。ということで、この2つが正解ということになります。